人1キルってありますか、うん、今の。1人1キルはない。あ、1人2キル、1人2キル。ああ、ないんじゃないですか。厳しいじゃん。ないんだったら、藤宮君視点ってどうなってんだろう。インポスティー。ラジャ。貨物、貨物。はい、ナイスイス。ナイスイボ。ナイス。ナイスボタン。わあ。これさ、マットメイト使用すれば釣られないんじゃね？ワンチャンタイミング次第であるな。確かにマットメイトある。まあでも真ん中に来る。見られるは戦術だよ。いねえじゃん逆に。ナイス。あ、ナイス。ナイス。最強。最強最強。真っ白です。めちゃくちゃいいな、このボタン。うん。そうか。インポスターでもマットメイト使用すればワンチャン残るのか。いや、マットメイトはマットメイト使用しないんですって。とりあえず。思わせて。と見せかけて。逆の逆がね。と見せかけて。ああ、頭ややこしくなるわ。うわあ、え、トータスアーカイブらへんかシャワーらへんじゃねか、リフトとか、うん、トータス多分アーカイブかな。先に出しとこは伊豆さんミーティングルームです。お、ありがとうございます。はいはい、た高田さんがトータスさん見たのいつぐらいですか。序盤、中盤ぐらい、中盤ぐらい。僕とアメネコさんがアーカイブからシャワー降りるときに、うん、アーカイブの左のドアを開けようとしてましたね、トータスさんが。あ、じゃあそっちの方が後だわ。うん、で残して僕とアメネコさんが、メインの除染が終わるぐらいまでは時間ありました。メインの除染で停電がちょうど入って開けた、うん、タイミング。一応チェロさんの死人もあって、僕メイン脇なんですけど、メイン脇でメインエンジンに行くときにエンジン側からチェロさんがメイン方向に入ってきてるのが見えてるんで、ただ最序盤なんで、その後どこ行ってるかは知らないです。あ、俺も最序盤見てます、チェロさん。伊豆さんは、チェロスケがメインに行ってるんだったら、エンジンルームの配線タスクで伊豆さんと一緒になり、宿舎前のダウンロードするタイミングで伊豆さんが金庫室に入ってたかな。あ、そうですね。で、その後ミーティングの奥行ってるってことだよね。はい。うん、だから伊豆さんはできなさそうかなって思う。藤宮バイタルです。うん、仮にアーカイブシャワー館の、キルだった場合は、藤宮さん関われなさそうな雰囲気はある。弁当の可能性ぐらい、強いて言うなら。まあ、てか、チェロスケのアーカイブシャワー館のキルだった場合って、まあ、僕と、あれだね、梅健さんが女性入ってる間にちょうど通ったか、まあでも序盤でメインに行ってるんだとしたら、僕はどっちかというと戻ったか下行ってる方がしっくりくるけどな。明るいタイミングで見てないもん、チェロスケのこと。でも、あんた左開けてたんすよね。まあトータスじゃないの。停電直したのって誰でしたっけ。停電ピカクロス高田、うん、超高機右真ん中開け、ま、真ん中ですよね、うん、最後超高機右で開けた、うん、あとけです。梅健さんとアメネコさんってもうずっと除染ですか。
ずっとっていうかアーカイブから、除染に2人で行って、で最後も最後除染終わって、エレキ降りた瞬間ボタン僕が最後3秒前ぐらいまでは一緒です。じゃあ私多分無理って言えます。私宿舎脇でエンジンメインの左のタスク2つやって終わりなんですけど、もしお二人がそう通ってるんだったら私とクロスするはずなんで、右で殺しに行ける場合はですね、超高機で停電直してそこに到達さんいないならやっぱアーカイブとかラウンジに戻ってるか、到達さんはそうアーカイブ復帰で、チェロスキーは下か、魚さんチェロさんの死にてどこであるんですか。あ、序盤だから伊豆さんが見た前に俺は見てる。ああ、ヌーンナイボー、うん、ナイス。ボー。え？一応ヌーンは今のターン確認したら右にあったと思うんで、多分さっきのターンヌーンで左に来てることはないと思います。ごめんなさい、梅犬とアメネコの情報でトータスってリフトの右入ってったの？あ、僕は見てない。左の扉のとこにいたんで、開けようとしたのか左の本棚閉まってたのか分かんないですけど、左のとこに残して降りてきてますね僕たちは。トータスさん開幕貨物の方から多分来てるので、ラウンジの方に、なんで右方向に戻る理由がワイヤータスクぐらいしかないはず。今ね、ごめん、アーカイブの扉確認したら、左だけ開いてなくて右と下開いてて、で右をアーカイブの右の扉開けた人物ってトータスなのね。でその以降おそらく扉が閉まっていない。なんでだ、なぜかというとアーカイブの右を開けた人物がいないから、それ以降。俺とピカってだって開けてないよね、あれ。開けてないですね、開いてた。開けてない、開いてたから、開いた状態だから、トータスが最後開けた状態のままなので、リフトの右側にトータスは必ず侵入していない、閉まってるから。ああ、じゃあよかった。ケンさんってメイン最後どこまで来てます？ベントタスク終わって、ちょうど真ん中入ったぐらいだと思って、なんか暗室の手前ぐらい。なので、ちょうど。2人があの、エレキ降りた直後ぐらいなのかな。あ、いや、ってことはね、僕ってエレキの方行ってて、ゲンさんのことをせいだとすると、梅ケンさん右に戻ってる以外ないから。梅ケンシェリフ CO で、そのエレキ上のところらへんに死体がないなら、僕はアメネコさんに白が出せるので、一旦ここに白で考えてもらって、高田さんとピカさんが同伴してたなら、まあ、一回、この4白で整理してみますか。だとすると、ゲンフジミヤ。さっきも言いましたけど、私が殺す場合、エンジンメインでもっと右側に行くか、昇降機右にベントで飛ぶぐらいしか多分ルートがないので、死人がないから。まあ一応、停電直前、藤宮さんがバイタル方向に降りてるのは間違いない。そうだけ。ただ、その後の時間があるから、エレキ生まれ抜けて、例えば、メインできるってことはできなくはないが、その場合、多分、梅犬アメネコと遭遇する。うん、遭遇してない場合はもう停電の時に抜けてるっていう髪抜けぐらい。今更ですけどエンジンメインカーのドアは私が開けてます。そう、伊豆さんってさかなさんをミーティングの右で見てるんですよね。見てるというか、そこの情報出してくれたんでいるんやろうなっていう感じですね。てか先に出さないと多分疑われるからさ。そうですね、とりあえずタカピカ梅飴を一旦白で見て進める感じでいいんですよね。うん、梅検査シルフよかったな。また嫌な位置から出ますね。致し方なるまい。ドローンって言われた。
うわー、あら。高田さんはシャワーもタオルタスクをやってたんで、富士宮支店で弾けるのがピカウメ剣。高田さんに関しては。あのね、高田剣士がいる前に、まず、名屋伊豆さんが下に降り、で、俺が階段を上り、高田剣士が会ってるんですね。その後源さんがアーカイブから来て、はい、なので4人、その4人の中ですね、梅くてピカクロスができないのは、最後ヌーンから左から右に行ってるのを確認してるので、で右に抜けたのが伊豆さんと私と高田さんだったと記憶してます。僕ずっと右が直してます。左が全然直んじゃなくて、リアクター右は明矢さん直してるの見て、僕はそれを放置して、アーカイブ戻りましたよね。私と伊豆さんがアーカイブ戻ってます。で高田さんがどこに来られたか分かんないんですけど、僕主観の話でほぼほぼ伊豆源どっちかで村はいいんじゃないかなと思って、もう源さんかなと。梅県さんのアメネコさんラインもないし、うん、ピカさんの高田さんラインもないから、伊豆さんがそうですが、伊豆さんが人外の場合ってつながってたのって魚さんじゃないですか。そう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 、ただ魚さんを弾く場合っていうのは麺屋さんもその辺りにいるんで、あんまり魚さん切る位置ないと思うんですよね。源さんの位置がエンジンメインというところから下位置があったとしてもレポートが入ると思うので、僕主観で魚さんを弾いて源さんの方かなと思ってます。ただチェロスケの死人があるのって魚伊豆だけだから、うん、例えばミーティングの奥とか、僕は金庫まで入れてないから金庫とかに死体があった場合は僕目線その2人は弾けない。必ず配置してもらえるんやったら、客観的に伊豆魚のラインを弾くために僕から釣って源さんまで落としてもらうと確実にピカさん、ピカさん視点どう見えます今。さっきのキルも合わせて筆頭源さんかなと思ってるぐらいな。消去で私になっちゃうのはしょうがないと思うんですけど、ただ梅健さんとアメネコさんも死んじゃったかのお二人にお話ししたかったんですけど、私結局初手キルは絶対できない位置だって主張させてください、うん、梅健さんとアメネコさんが蓋をしてることになるんですよ、右に行こうとしたら。で私はエンジンとメインカーのドアを開けてるので、そこにいた証明一応取れると思ってます。というよりかは、2人がエレキに降りてる間って、メインって源さん1人になってるから、その後、トータスさんが、下ってきて、メインの右側でキルされてるパターンが私は想定してる。源さん結構時間ありましたよ。梅源さん釣り先決めてください。源さんにしますね。トータスさんがね、ラウンジからアーカイブ行って、その後タスク終わった後、絶対シャワーの方に降りてきてるはずなので、多分停電、僕たちがいたの、除染、メインの除染で停電だったんで。伊豆さんまで釣ってください。多分トータスさんがメインの方に行ってるんかなって。さすがにもう蹴られてると思うんですけど、一応配置しますか。右直します。もう水魚の強労か麺屋さん短労しかしますね。僕はこのターンキルに変わらないことは多分、皆さんも気づいたら思わかってほしいけどな、よろしくお願いします。あらチェロスケどこで死んだ。チェロスケ金庫で死んだのね。今のつけ金庫なんだ。そう、伊豆さんが死人隠したかな、多分。あら、そうなの。ナイス。多分だけど、僕目線だと、富士宮って僕目、富士宮視点、僕ってキルにほぼ関われなくないですか。そう、メイヤさんは昇降機右に最初からいたので、で、上に他の人いたんですよね、伊豆さんとか。最初魚さんと僕がミーティングのカードタスクやってるって時の話で、麺屋さんは魚さんの死人ってないんですか。魚さんは、いや俺ずっと下で直してたから分かんないな。もう全然右が直んなかったから、他の人がどういうふうに動けるの。一つ前のターンですね。停電、停電中か。あれはあれでしょ、ミーティングの上でしょ。だって俺はミーティングに登ってゴミ捨てタスクだけやった後に、ボタンを押してるから右の情報は見れてないのよ。はい、なんか伊豆さんまで落とさなくていいから源さんに止めとけんじゃないかなと思ってます。今のでも伊豆魚のラインか麺屋さんしかなくないですか、初手が。今のって1人1キルって1人1キルってありますか、今の。1人1キルはないな。1人2キル、1人2キル。ないんじゃないですか、厳しいんじゃない。ないんだったら藤宮君視点ってどうなってんだろう。僕は魚伊豆の強労が一番濃いかなと思ってます、魚伊豆強労の源さんがインポスター。源さんが初手は、トータスさんを右でやってて伊豆魚がチェロ、なるほどなるほど。確かにチェロさんの情報出してるのここだけですもんね、伊豆さんはね、最後俺が昇降機から登った時に昇降機の上にはいたんですよ。でその後シャワーの、タオルタスクの上らへんまでは行けたけど、そこまでは死体がなかった。魚さんはどういう動きしてたんですか。どの時。いや今のターンです。リアクターのターンです。スキップ。リアクターのターンはリアクターの右の方に行って、で昇降機右で下降りて
こっちだけやって、明夜と伊豆がいたからね。で、藤宮とピカクロスが右に行ってるのを俺は視認してるから、タスクを優先し、で、昇降機上に登ったら高田剣士が待機していて、アーカイブ右から左に来る昇降機に入ってくる源さんとすれ違っている状態だから、その時に高田剣士はまだ生きています。で、俺はその状態でシャワー、メインホール、エンジンルーム、宿舎前通路の左まで行き、ピカクロスが左から右のヌーに乗ってるのを確認してるから、それを出した。ちょっと待ってください。これピカさん釣りますよ。これなんか強靭釣ったらまずいですよね、一番。だから、スキップがいいと思います。いや、スキップがいいと思います。とりあえず、梅剣さん一人で決めてほしいかなとは思っている。あ、スキップにします。梅剣さん、強靭が多いだと信用できる人間はアメネコさんぐらいだと思ったので。プラスアルファ多分、伊豆坂で繋がるっていうけど、話的に伊豆メイヤも繋がると思ってるから、多分、伊豆さんってマットメイトと多分繋がりうる。ただね、あの、タスクがちょっと。だからダブルキルに関われないって、ピカさん。タスクがきついので、その前藤宮が僕に白出してるから藤宮まで、僕マットの場合は分かんないですけどね。おにっかピカさん鬼人のごとき、おにクロス鬼人のごとき推理力というか最低のパターンを提示してはすげえなマジで。一人に切る終われない限りは明夜さん大丈夫だと思うんだけどな。うん、頑張って。あ最速で殺した。知りすぎたもの、知りすぎたのだはあ、時も私はサボはお任せしよう。踏み倒してるな。死に行きそうだけど。ああ、停電を藤宮が直す。ほら、ピカさんの死体がエレキにありました。エレキ。アドミンを見ていってます。ん？エレキの何番にありました？エレキの石油側から入ったところなんで、7と4の間ぐらいですね。あ、割と前のアドミン情報を持ってて、エンジンメイン宿舎で、エレキが2やったんですよね、はい、それを見て、向かってます。僕は多分エンジンですね。皆さんのすれ違ったのエンジンで、多分メインからその後誰か動いたか分かんないですけど、メインかそのエレキ2のどっちかの人間が結構怪しいかなと思ってます。ごめんなさい、ちょっと僕が多分決めるんで全部整理させてくださいね、うん、トーターさんとチェロちゃんの時、メイヤーさんと藤宮君の再生位置、ごめんなさい、もう一回いいですか。藤宮は、診察です。診察さんからも一応下に初手だよね、うん、初手は僕ボタン押してます。メイヤーさんボタンで、伊豆さんと坂野さんと、じゃあメイヤーさんは一緒にいた、うん、ミーティングルームの右側にいたのが少ないです。俺がちょうど中間にいて、エンジンルームから宿舎前通路、ミーティングルーム上がって奥の方にいたら伊豆さんがいたから先に視認情報を出したっていう状況。あ、メイヤさんもメイヤ魚で決めるしかないかなと、まあ、伊豆さんもマットで置いて、伊豆さんはね、金庫室だったら伊豆さんはキルできると思う。ミーティングではキルできないと思う。メイヤがね、俺の白照明出せるんだったら、宿舎前通路、昇降機左、ミーティングルームで登ってると思ってて、そこに死体がないんだったら俺のキルができない、うん、あ、だから金庫室だけのみ無理。俺は主任できてないから、それ以外は大丈夫。で、チェロちゃんを見たのが、魚さんと伊豆さんが、メインから右に行ったって言ってる。で、僕は、エンジンルームにいる伊豆さんと配線タスクをやった後に、僕はエンジンルームのダウンロードをやって、で、伊豆さんがその間に多分金庫に入っていき、金庫からミーティングに登って先に行ってるんだと思います。だからさ、伊豆さんってさ、うん、アドミンの方、いや、メインから右行ってんなら、魚さん視点でメイヤさんってチェロに関われなくないですか？っていうか、メインから右に行ってるのであれば、シャワーアーカイブとかの方ですよね。僕とアメネコさんとかがアーカイブシャワーのとか、メインを通って、いや、だから、最序盤の話なんで、その後にエンジンに帰ってくる可能性もあれば、エレキに降りる可能性もあるので、だから、チェロスケの情報が出てるのは、この伊豆さんと魚さんからしか出てないのね。だから、ミーティングとかで。最初版そう、一番最初湧いてメイン湧きからそこでエンジンの方向に行ったところなんで、魚さん入れたい。いや、魚さん行きます今日、うん、いや、ごめんなさいね、魚さん行って、あの無理だよ俺、終わんなかったら僕変わんない、ちょっとね、怖そうだったら僕シェリフの能力使うかもしれないんで、ちょっと、いや、なんで、いや、絶対使ってください、絶対使ってほしい。終わんなかったらもう、どこで使うんだ、え、何で怪しまれるんだ俺は、わかんない、何で怪しまれたんだ
わかんない。ごめん、富士宮明也が序盤の白正面って取れてたんですか？わかんない。あ、それがよくわかんなくて。てか、まあ、明暗魚の2択はずっと続いてたと思うけどな。うん、あ、それはそうですね。うん。うん、まあ、俺、何で怪しまれてるの？初手切るじゃない？でも、多分、明暗と同一だと思うんだけど。うん。あ、なるほど。ナイスナイスナイスあら、伊豆明暗か、これ。そうなんです。あらあら、うまいな。ドキドキした。危なかった。6人盤面で伊豆さんを釣らないとな。まあでも魚さん。6人盤面で、まあそうね、伊豆さん釣られたら、そう、黒猫って。いや、うまかったな。いや、ありがとう、伊豆さん。助かった。PP 待つか、すごい悩んで、レポートでした、エンジン2を見て。いや、ナイスファイト。いや、ありがとう。ちか。いや、これむずいな、でも。いや、熱かったよ、これは。いや、申し訳ない、申し訳ない。いや、強い、ちょっと、やっぱゲンさんですよね。そう、あの、ゲンさん太鼓にあげて伊豆魚のミジンガイキャラで僕から落としてもらえないかなと思って、いや、これはちょっと僕の思考が及ばなかった。いや、申し訳ない。いや、強い。いや、ゲンさんがあそこ2キルしてくれたのがすごすぎて、そうそうそう、リアクターになった日私が2キルなんで明暗さんができないっていう情報が多分、そう、あれが強かった。使っていただいて嬉しかった。あれ超助かった。アメネコさんが先切るの、あと高田さん切るか。そうそうかな。あ、だって俺ちょ、うん、ですです、1人2キルなんで、あの、え、これ難しくない？どうすんの今の。いや、いや、でもゲンさんが2キル取ったのがマジで強かったと思います。あれは、なんか単純に別に魚が怪しかったっていうより、あの、その明暗の明暗がなんかその他情報から白くなっちゃって、うん、結果2択で魚になったっていうのはなんか結果の仕方ない気がするけど、ゲン、さんがもう本当時間切りで2キル間に合ったって感じ。あ、もう時間ちょうど、あー、ちょ、うわー、なるほどな。富士宮視点は多分そう、あの、あそこのキルは僕はほぼ関われない人間だから、あれはそう、ゲンさんの2キルがすごいって感じ。あ、やっぱり、あの、関われないって主張っていうのはあれか、後の2キル、2回目の2キルってことですか？2回目のダブル。そうそう、ね、そうそう、だからあれはもう、そう、違和感があったのは、ゲンさんがお土産するんだったら、俺が直近にすれ違ってるから、俺キルでよくないと思ったから、キルしなかったのはなんか、うん、キルくる溜まってねえのかなと思って。うんうん。ああ、なるほど。伊豆さんもうまいことね、魚さんとラインつなぎつつ、僕ともラインつなぎつつって。ありがたかった。めっちゃ伊豆さん偽装してましたね。お肉にして。ピング高い人っています？いや、僕は78。いつも通りです。いつも通り。ふざけた。うん、でもお見事でした。うん。うん、素晴らしい。じゃあ、行きまーす。はい、お願いします。